70歳から始めた YouTuber。 聖徳太子ゆかりのお寺イカルガ寺。久しぶりの登場です。今回は播磨天狗がご案内します。アシスタントは機長さんです。よろしくお願いいたします。先日学林寺の動画を公開しましたので、同じく聖徳太子の回帰と伝わるイカルガ寺の動画を編集しました。イカルガ寺の創建は伝水湖天皇14年西暦606年、学林寺は伝津春天皇2年西暦589年と言われています。聖徳太子は美達天皇3年西暦574年の生まれと言われていますので、学林寺の創建時は15歳または16歳、イカルガ寺の創建時は32歳または33歳だと思われます。水戸天皇より播磨国の揖保に水田100町を与えられたのがイカルガ寺の始まりと言われています。ちなみに100町と言いますと、現在の広さでは約100ヘクタール、一辺が10キロメートル四方です。学林寺も聖徳太子が100町を賜ったのが起源と言われています。イカルガ寺には7年前に参拝しました。その時はたくさんの立山石の加工品が残っていた印象がありました。当時は少しの動画しか撮影していなくて、主に写真撮影をしていました。それもあって今回改めて天気の良い日を選んで動画の撮影と御朱印を拝受するためにイカルガ寺に行きました。仁王門が見えてきました。こちらが仁王門です。こちらが仁王像阿形です。こちらが仁王像雲形です。天狗さん、こちらの仁王像は学林寺の仁王像と違って少し愛嬌のあるように感じます。そうだね、私もそう思いました。仏像は仏像を制作する仏師の考え方や受け取り方によって表現が変わってくるものだと思います。それと制作された時代背景などにも影響されると思います。例えば仁王像の代表と言われる東大寺南大門の仁王像は、運慶や快慶を含む旧派の仏師が総力を挙げて鎌倉時代に制作したと言われています。国宝にふさわしい素晴らしい作品だと思います。当時の時代背景を反映して豪壮な仁王像を表現しているように感じます。そうなんですね、鎌倉時代ってそういう時代だったのですね。こちらが講堂です。イカルガ寺の中心的な建物でしょう。お本尊の釈迦如来、薬師如来、如意輪観世音菩薩は飛鳥時代の著名な仏師である鳥仏師の作と伝えられています。三尊ともに秘仏で、毎年2月22日と23日のみの御開帳となっているそうです。飛鳥時代の仏像は数少ないですので、ぜひ一度拝見したいと思います。この案内板によると、水戸天皇14年西暦606年秋7月、太子に乞うて昭満行を講ぜしめられた。そこで
大使は豊浦宮でこれを講ぜられること3日に終わったと書かれています。その時の様子が残っています。ここで昭満行を講ぜられている聖徳太子を中心に、太子の第一王子である山城の大江の王、聖徳太子の大王子と言われる蘇我馬子、遣隋使として有名な小野の妹子、太子の儒教の師と言われる百済博士閣下、太子の仏教の師と言われる高麗法師智恵が囲んでいます。名実ともに太子の側近が集まっているのでしょう。こちらが聖徳太子像です。講堂に戻ります。この階段は立山石です。斑鳩寺でも立山石がたくさん使われています。天狗さん、このお寺でも立山石がたくさん使われているのですね。そうです。境内を見渡しても多くの立山石が残っています。立山石はどうやって運ばれたのですか？これは根拠の薄い個人的な想像です。立山で切り出された立山石は河口後に近くを流れるホッケ川、谷川から瀬戸内海を通って揖保川から林田川に入り、斑鳩寺の近くに荷揚げされていたのではないかと思っています。地図に輸送ルートを書いています。この地図は現在の状況ですので、斑鳩寺が建立された今から約1400年前は海岸線がもっと北側にあっただろうと想像します。こちらが長寿屋です。鐘楼の方に行きます。こちらが鐘楼です。鐘楼の周りを一周します。鐘楼について書かれています。斑鳩寺記録によると、鐘楼は天文10年西暦1541年に焼失し、天正3年西暦1575年以後に赤松博秀によって再興されたそうです。
平田神社の読み方は分かりましたが、権現社の読み方は調べましたが分かりませんでした。赤松正秀と広重親子の供養塔があります。当時の兵庫県知事の名前も刻まれています。赤松広秀は鐘楼を再興したと言われる人物です。こちらが聖徳殿です。馬の像が寄進されているのは聖徳太子が馬宿の王子と言われていたことに由来すると思っていました。お寺の関係者に確認したところ、特に意味はないということでした。イカルガ寺の動画は少し長くても一つの動画で制作できるかなと思っていました。何箇所か割愛したりしましたが、一つにまとめるのは無理でしたので2部となりました。第2部では聖徳殿の周囲や重要文化財の三重の塔などを紹介する予定です。鶴林寺と同じく神仏習合の名残もありました。講堂に安置されているご本尊の仏像はご開帳される時にはぜひ拝見したいと思います。第2部に続きます。